はい、今日ゲスト来てくれておりますので、はいはい、お呼びしましょう。高校図のお二人です。お願いしま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 す。高校図と言います。高校図と言います。はい、お願いします。お願いします。お願いします。まあ、お二人はもともと吉本にいたので、はい、我々交流はもちろんあるんですけど、はい、今は SMA ソニーミュージックエンターテインメント、はいはい、所属ということなんですよね。はい、でまあ、いつも見てくれてる方もいると思いますが、初めての方もいると思いますので簡単に説明をさせていただきたいのですが、はいはい、こちらでございます。はい、このギャグ部門、タイツ部門とね、トーナメント表がございます。はい、こちらですね、あの2作品やって、先ほど言った通り皆さんにアンケートでどちらが良かったか、それで決めていくと。はい、なので、2つ見て審査、2つ見て審査という、まあ今でいうとこのザ・セカンドスタイルでやってますので、はい、なのでギャグ部門とタイツ部門のチャンピオンをトーナメントで決めていくという戦いでございます。そして最後にチャンピオン同士でポコワンを決める対戦までやるという。だからあのザ・セカンドは優勝するまでに3本ネタやりましたけど、はい、ポコワンを取るまでは4本やるということになりますので、はい、過酷ですね。過酷でございますのでね、まあ、とにかく皆さんは楽しんで2つの作品を見てどっちが良かったかを決める、これの繰り返しでございますので、はい、よろしくお願いします。まあ、それでは行きましょう。まずはギャグ部門 A の作品です。どうぞ。山芋さあ、というのが最初のギャグ。あ、山芋というギャグでございましたね。山芋、塗りつけてたのかな、どういうことなのかね。あ、まあまあまあ、ちょっとだから対するものを見てくださいですけどね。はい、さあ、この山芋に対しますギャグ部門 B の作品です。どうぞ。おーい、そこのハゲ頭、アディダスとアデランスがコラボしたよ。男は黙って三本毛、アディランス。なかなかちょっとね、全然質が違う、ね、なるほど。あ、三本毛という、ね、なるほど。はい、アディダスのね、三本毛ということで、良かったと思う方どちらかに投票お願いします。どうぞ。こういう感じで進んでますよね。なるほど、はい、これむずむずいっすよ。はい、全然テイスト違う2つが対戦して、ね、はい、これむずいな。そういうのはもう本当たくさん出てきますんで。そうなんですね。はい、ギャグ部門と言いつつも、はい、だいぶ長いなみたいなあったりしますから。なるほど、はい、そこなんですね、そういうのも楽しみです。はいはいはい、だからこれも、まあ、トーナメントで行っておりますので、はい、当然勝ち上がったものは次もやるんですよ。はい、なるほど、そこなんですよ。なるほど、そういうことなんだ。同じものを、そうなんです。だからそれが全く同じもので来るのか、あ、ここさっきと変わったとか、はい、この違うパターンもあるのかみたいなのがあるんで、ちょっと進化したり、はい、そこなんですよ。だから次とかを見たいのどっちとかで決める人もいるんですよ。なるほど、はい、なるほど、楽しみ方もいろいろですね。いろいろあるんですよ。けど逆に山芋をちょっと何回も見てみたいかも。山芋マジでもう一回見たいと思っちゃってたから。そういうのなんだ。だからそういうことなのよ。これでもすごい、なるほど。俺山芋気になってるから。もう一回見たいよな。これ何なんやろな、もう一回見たいっていう。これ負けたら見れないんですよね。そういうことなんですよ。ちょっとじゃあ見ましょうか。どちらになったのか迷ってるか。どっちやろう。迷ってる方も投票お願いします。いきましょう。五四三二一どっち？あ、山芋。山芋だ。山芋。とこれはマジか、もしかしたら皆さんももう一回見たいなの気持ちが強かったのかもしれないですね。うん、はい、僕らの願いもなんかね、ちょっと入った、ね、まあ、入ってるかもしれんし、はい、でもみんな同じ気持ちだったと思うなのね。さあ、それでは行きましょう。ギャグ部門続いて C の作品です。どうぞ。ヨーガテレポーテーション。あ、すいません、間違えました。かーダルシムさんのエッチヨーガ、ごめんなさい。いや、いいですね。いや、ありがとうございます。もうさ、今のショートコントレベルだよね。レベルが高いですね。ヨガ、ヨガという作品でございましたけどね。はい、今のはまあストーツ世代だったりするよ ね、まあ、ね、我々はもうたまんないバードですよね。面白かったですよね。あの
あのあっち側がちょっと静かちゃんみたいな感じでは言ってましたけど、ね、そうですね、果たして誰なのか、まあ、明かされてはないですね、ですね、今後もしかしたら明かされるかもしれない、勝った場合がもしかしたらね、はい、さあそれでは今のヨガに対しますギャグ部門 D の作品です、どうぞ。グイーンぼっちゃんシュワシュワシュワ、グイーンぼっちゃんシュワ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 いやちょっと難しい感じです、あ、擬音というね、はい、タイトルでございました。技が多いですねさあ、良かったと思う方どちらかに投票お願いします、どうぞ。じゃあちょっと結果見てみましょうかね、どっちやろう、どっちになるのか迷ってる方も投票お願いします、いきましょう、5、4、3、2、1、どっち、ヨガの勝利でございます